ラウドロック、まあメタルの一種みたいな感じなんだけど、その音楽ってその軽音部でやる中で、まあロックだとかポップミュージックだとかいろいろあるけど、そのロックの源流っていうのはなんかこういう荒々しい気持ちをもうそのまま書き綴ったような音楽っていうのがあって、で最近の流行りとしてはなんかポップ系が流行ってて、あんまりこういう激しい曲とか気持ちを前面に押し出したような曲ってあんまりみんな聴かないと思うんだけど、まあこれをきっかけにできるかどうかわかんないけど、さっきのビーバーとは違って陰鬱とした気持ちを我々でシャウトしていくので、まあ気に入ったらラウドロックの方にも手を出してみてください。
パークです。まさかの私がラッパーという多分びっくりした人も多いと思いますけど、改めてリンキンパークです。よろしくお願いします。ちょっと私がど真ん中だとはちょっと今日まで想像してなかったのでめちゃくちゃ緊張しましたけど、ちょっとラリってる感じで言ってます。ちょっとね、ギターの方を私めっちゃミスしてしまったんで、その負の感情を取り払うかのようにめちゃくちゃシャウトします。皆さんも盛り上がってくれたらと思います。で、次最後の4曲目ギブンアップっていう曲がとっても盛り上がる曲なの で、私はちょっとラッパーはここまででタンバリンということで、そのギャップもねちょっと感じていただければなと思います。でした。ありがとうございます。